いよいよ戦いが始まります。スタートしました。88回目の軽装箱根駅伝です。さあ20人のランナーが一段で左に曲がって日比谷通りに出ました。忘れることのできない年になりました。しかしどんな苦難に直面しても選手たちはこの日を夢見て走り続けました。大迫出た、そしてついていくのは日体大の服部、この2人が前に出ました。この2人が前に出た、そしてその後ろの3位グループとは今3メートルから4メートル離れ始めました。かなり各選手力のあるランナーがそれぞれ引っ張り合っています。さあ先頭に変化がありました。大迫と2位の日本体育の服部、その差がついに先ほどまではわずか数センチが2メートルから3メートル離れました。はい、明らかに離れましたね。2012年辰年、上り竜のようにチームに勢いを与える役目を担った1区のランナー、その勢いをまず手にすることになるのは連覇を狙う早稲田エンジの襷。2区を任されたのは平賀翔太、同じ大阪と同じ長野県の佐久長聖高校出身。後輩から先輩へ襷リレーが間もなく行われる。さあもう2年連続1区間賞間違いない、大阪は来た、早稲田が2年連続トップで鶴見中継所襷リレー。1時間2分03秒1時間1分台は出ませんでしたが、見事な快走を見せました。20年ぶり早稲田としては20年ぶり、武井隆二さん以来となる連続1区間賞。さあそして駒澤がやってきた、駒澤、そしてその前にまずは日体大、そして駒澤が行った。先頭の早稲田からは日体大が23秒、そして24秒、駒澤、さらには東洋が行った。城西大学スタート、ここまではトップの早稲田から32秒。この3回目の2区を走ります箱根駅伝もすでに2人を抜きました。1年生の時は2区で区間2位、10人を抜き、去年は2区で区間賞、1時間6分52秒歴代4位という素晴らしいタイムで17人を抜きました。中央も抜きました。これで7位まで上がりました村沢明信。3年目の2区を走る箱根駅伝も4人抜きです。村沢はここまで4人を抜きました。3年生同士ライバルの村沢と出来肩を並べました。さらには力もつきようかという最後3キロ上りがあります。さあ出来が前に出た、村沢の前に出ました。村沢にも負けないという出来の強い走り、7位に上がりました。2位集団、明治大学の菊池が2位集団に追いつきまして、現在2位集団が5人、その集団まであと10メートルという権太坂の上りに入りました。7位の2人、青山学院、ちらっと今村沢を気にしました出来、そして今村沢がちょっと前に出ようというところ、上り坂を利用しまして東海大学の村沢がちょっと前に出ました。汗はもうびっしょりですが、今上りを使って前の集団、2位集団の5人を捉えようというところでしょうか。後ろを見たのはどういうなんでしょうか。駒澤大学がね、見てますよね、はい、なるほど、はい、東洋大学は駒澤を、駒澤は東洋大学を、そして早稲田は今東洋大学の位置を認識しました。ちょっと前に出た設楽啓太が少し前に出た、平賀翔太はついていけるか、懸命の走り、両の手袋が光ります。平賀翔太、そして設楽啓太が前に出る、今度は歩道寄りにちょっとコース位置を変えて、まだ、ね、平賀がついていきますね、はい、まあ、平賀君もね、はい、少し休んだので、まだ余裕はこう出てきましたね。なるほど、はい、この後東洋大学は3区に去年アンカー、さあ出た設楽啓太が出ました。明らかにここで上り切って今度は跨線橋、そしてここで今早稲田が給水のために今先行します。設楽啓太前に出る、3メートルから4メートル、いや5メートル開いた。さあ東洋大学が果たしてこの後どういう走りを3区4区のランナーにプレゼントするんでしょうか。今日は襷を取ろうというところであります。駅伝花の2区、トップを走るランナーだけに許されるエースの特権です。4位で受けた襷、20キロ手前で早稲田を追い抜き、トップで戸塚中継所に登場です。5区の柏原がビハインドではなくアドバンテージを持ってスタートする、そんな新たな勝利の方程式を確立することになるのか。東洋大学、今山本に襷を渡しました。東洋大学トップで襷リレー、大手町発箱根行き、オリエント急行が戸塚中継所トップで通過していきます。そしてやってきた早稲田、2年連続の平賀から2年連続の3区矢沢が今行きました。トップとの差は12秒、東洋大学の背中12秒、そして青山学院の出来、見事な走り、3位で襷を渡しました。クリーン抜き、青山、
歴は1時間7分26秒大学が通過してから40秒。あ、この辺りは苦しい走りになりました。最後の上り坂、生田の名ランナーを苦しめてきた上り坂、まずは日本体育大学です。本田拓実から矢野圭吾に今たすきを渡しました。そして駒澤大学1年生村山健太、ゆくゆくとに、そして明治大学は菊池健人から石破亮、東海大学村沢昭信、7位で刀根健太郎にたすきを渡しました。来年はこれ以上目指して頑張っていきたいと思います。来年も期待しています。はい、ありがとう。おめでとうございます。見事な区間賞、出来武弘選手でした。その出来の快走で現在青山学院は早稲田東洋の首位争い、それに次ぐ3位を走っています。その差が1メートルつきました。ここまでこの最近の 7,8 キロではなかったですよね。そうですね、なかったですね。はい、山本がスパートした時でも山本がちゃんとつきましたからね。ついていく山本が前に出る、矢沢洋がついてこられるかどうか。つまりこの前回の中継所から見れば矢沢洋の方がペースを上げているんです。その差が開いた、1メートルから2メートル。矢沢洋には踏ん張りどころ、山本がちらっと後ろを見た。ここが勝負どころと睨んだか。その差が開きました。さあついにこの先頭を確固たるものにしようという東洋大学の4年生山本。今まで揺れてなかったのが、今度はもう腕と状態が一緒になって揺れてますからね。なるほど、はい、17キロの通過が49分18秒というハイペースで再どうぞ。後方の3位の並走に変化がありました。駒澤大学の由布が青山学院大学の福田についていけません。今5メートルから間もなく10メートルと差が開きつつあります。この2人のペースなんですが、後ろを走っています5位以下、日体大、中央、明治、東海、この4人との差は11秒から15秒の差、ほとんど変わっていませんので、それほど速いわけではありません。先ほどそういったランナーを引き離した由布なんですが、あそこでペースを上げたツケがこの湘南海岸道路、日差しが差し気温が上がったところで回ってきたんでしょうか。ペースが上がりません。視線を下に落とします。福田は全くピッチが変わりません。